こんばんは。7月15日火曜日、火曜日のスクールオブロックでございます。みんな今夜もよろしくお願いします。はい、よろしく。そして黒板を読み上げますが、黒板にはカタカナでブーンと書いております。いやね、そのブーンが来る、ブーンが来ると、はい、まあ、職員室でなんかみんな騒いでるんだよね。ブーンが来る、ブーンが来る、ほう、カタカナでブーンって俺は書いてる、ブーンって聞こえたからね俺はね。言葉悪いですけど、うん、暑さでどうかしちゃったんじゃないですか職員は。でみんな言ってんだよね、言ってる、ブーンが来ると。まあ、今週末ね、はい、7月20日日曜日、はい、大阪ビッグキャットで閃光ライオット2014第3次ライブ審査、大阪大会、うん、まあ、行われるんだけれども、はい、行きますよ我々大阪。どうもだよ、うん、その会場に、うん、ブーンが来るらしい。ってブーンって何なんだよな。言ってんだよ、ブーンが来るらしいじゃなくてさ、みんな言ってて、うん、やっぱその間髪入れずだったから聞けなかった俺も。なるほどね、一人がブーンが来るよって聞こうとしたらもう二人目が来ると。ブーンが来るってみんなすごい言ってるから、ブーン聞けなかったんだよ俺はね。まあまあ大阪でしょ、はい、でブーンでしょ、はい、大阪のブーンつったらまあ普通に、普通にだよ、うん、考えたら、うん、まあ、大阪出身の、うん、あのバンド、バンドだよね、なるのか、大阪のブーン、はい、ってそういうことだ。え、閃光ライオットのだから3次ライブ審査に、はい、来るとかあるってことこれは。どういうこと？でもちょっと待ってください。何？今ですね、調べましたが、ブーンらしき人はですね、前日の19日、北海道でライブしてますね、これね。遠いな、これ翌日大阪にはいるのかな、どうなんだろうな。結構な距離あるから。ありますよ、これは。北海道大阪って。日本縦断ですからね。飛行機でも割とかかるか、違うのか？じゃないのかな？ね。ただ、後ろでモロ BGM 出てますけど、これいいんだよね。なんで誰も正しい情報を教えてくれないわけ俺たちに。ねえ、どうなってんの？もしかしてですけど、本当は生徒たちには内緒のサプライズゲストを予定しているのに、それを今遠山校長がサプライズ潰しで言ってる可能性があるのかな。これは最悪だ、これは。いや、わかんないよ、俺は。やっちゃってんじゃないの？ちょっとこれ、わかんない。真相誰か教えてくんねえかな。おさ、やっちゃってんじゃないの？いや、ビビらすのやめろ。詰めてくるな、俺のこと。やめろ。怒られないの？やめろ。ちょっと誰か教えてくれ。大阪大会に何分がサプライズで来るの。はい。教えてくれ、頼むって。審査してる方お願いします。急に怖い、どうしよう。さあ、生徒が集まってきました。結論が出ずにスクールオブロック、今夜も開校でございます。起立。なんか俺やってる、もしかして。すごい怖いよ。助けて、反省文書いてください。誰か本当のこと教えてくれ。レ叫べ。スクールオブロック。俺35歳だけどもな、全然あるな。ある。いや、その自分よりも年齢下の女子に、うん、すげえ動かされてるし、うん、いろんな思いをしちゃってるしとかっていうのすごいあるわ。ありますよ本当に。あ、手のひらの上で転がされてる感じとかね。愛ってなん、愛ってね、なんすか愛ってね。まだわかんないっすよ。わかんないけど、でもすごい好きですね僕、愛について話したり聞いたりするのってすごく好きなんです。昨日のね、君恋物語もね、うん、ほんとよかったね、あれね。すごくよかった。出てくれたみんな、9人のね、うん、生徒のみんなも、ほんとうまかったし。うまかった、すごい。一人一人味があって、ちゃんと個性もあって。足立先生の脚本。足立先生もだってね、うん、お母さん役として、はい、いい演技されてましたよ、足立先生。本当になんか僕が言うの前ですけど、上手ですよね。本当に優しいお母さん。ミリア先生とね、市川泉先生の曲も、ほんと素敵だったし。うん、言うね、言う。まあ、今回のね、このドラマに参加してくれたね、はい、生徒たくさんいると思うんだけど、はい、変わるきっかけがね、欲しいってね、応募してくれた生徒もまあいたと思うんだわ、はい、たくさんいました。あんなね、素敵なラジオドラマ作り上げることできたんだから、うん、まあ、そのきっかけになればね、嬉しいし、はい、オンエアを聞いたね、俺たちも、うん、昨日も言ったけど、はい、なんかのね、そのきっかけをね、うん、確実にもらってんだよ。いや、もらいました本当に。今自分の中にしっかりとあります、うん、僕は。今日明日、まあ、来月来年とか、うん、まあ、今だね。そしてね、うん、なんか生きていくためのね、何かを本当にもらえた気がするんで、うん、ありがとう。ありがとうございました。サックアスツードライ、 I don't love you。 以上、スクールオブロック、ブルボン森永アイスボックスがお送りします。
鍵を握るレディオスクールオブロック。明日水曜日は確か先生の新曲を初オンエア、校長の富山です。ロックのスペルは LOCK。 今週木曜日はスキャンダル先生が初来校、教頭の吉田です。さあそして今夜のスクールオブロックは、我が校の秘密の研究室勤務パフューム研究員が生放送教室に登場。パフューム研究員ですが、明日7月16日にニューシングルクリンクリンをリリースします。はい、このクリンクリンね、はい、オリエンタル EDM パフューム、ありがとうございます。オリエンタル EDM パフューム、俺がもう見出しをつけるとしたら、レビューを書くとしたらこれね、はー、オリエンタル EDM パフューム、ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。さあ今夜ね、パフューム研究員を迎えてこんな授業をお送りする。この夏は好きな人とクリンクリンしたー。昨日ドラマ君恋物語がオンエアされて、うん、恋愛モードになっている生徒も、ね、まあ、いるかもしれないんだけども、いや、いっぱいいるだろう。今夜はね、パフューム研究員を迎えて、はい、夏休み前の恋愛相談の授業を行いたいと思う。恋愛で悩んでいることを夏休みに入ってしまう前にパフューム研究員に相談してください。いや、あのね、いろんな、うん、もういろんなね、もうパフュームの曲も聴いててもそうだし、いろんな、うん、この状況、君恋物語で、ね、俺も好きなことクリンクリンしたそれは使い方合ってるんですか、クリンクリンの使い方は。もうね、今日も暑かったし東京すごいね、うん、クーラーの効いた部屋で超クリンクリンしたー。合ってんの、その使い方は。使い方は合ってんのかな。そして本日はパフュームのニューシングルクリンクリンフラゲビーでございます。ゲットした生徒は感想も書き込んでください。い、学校掲示板、メール、すべてはスクールオブロックのウェブサイトから。アドレスは www.tfm.co.jp/ロック。ロックのスペルは LOCK。ファックスは東京03-3221-1800、東京03-3221-1800。やられた、これはやられた。俺いつかやろうと思ってたんだよ。え、これを、これはそのパフュームの曲を、うん、もうバンドアレンジとして、はい、もうやろうと思ってたんだよ。完全にこれは人力、人が楽器を演奏してやられてるんですよね。だってドラムはだって凛としてしぐれのピエール中野先生だし、はい、ピエール中野先生はパフューム、うん、もう大好きだから昔から、うんうんうん、それゆえのやられたな。やられたってなんだ。俺も考えてたんだもん、ずっと。福島県18歳男の子、ラジオネームゆたおろめん。ゆたおろめん、何このカバー、うん、めちゃくちゃ洒落てるんですけど。洒落てるよね、うん、俺ほぼ一緒だったからね、描いてたものと。嘘つけよ。いや本当なんですよ。誰とやろうとしてたんだよ、信じてくれ。いや、当てないよ、うん、全く。けどでもこういうのがあればいいのになと思ってたとね、校長先生は。いや、やられた、やられたってなんだよ。これギターね、9ミリの滝先生弾いてんだけど、滝先生、滝王将。俺滝先生にも俺オファー出そうと思ってたんだ。嘘つけよ。全部人選まで合ってたってこと。やられた、これかっこいいわ。8月リリースの、はい、ピエール中野先生のソロミニアルバム、うん、カオティックバイブスオーケストラに収録。かっこいい。ピエール中野、チョコレートディスコ。以上、School of Rock。 School of Rock。 最後からはスクールオブロック女子クラスの時間。今週投稿中なのは広瀬すずちゃん。すずちゃん、今夜はね、広瀬姉妹の姉、広瀬アリスちゃんも一緒に投稿。奇跡の姉妹でございます。広瀬すずのガールドロックス。 School of Rock Girls Rockガールズロックス。広瀬すずのガールズロックス、朝日新聞の提供でお送りします。こんばんは。こんばんは。あれ、あ、こんばんは。あ、こんばんは。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。広瀬すずと申します。私、広瀬アリスと申します。お聞きしたことあります。嘘でしょ。何この感じ。いや、でも最近本当に全然会うこと。お久しぶりです。わかりました。会うことないね。ないね。仕事ぐらいじゃない。そうだね。この前さ、1ヶ月半ぶりぐらいに会ったじゃん、セブンティーンの連載の撮影で、うん、その時にさ、うん、なんかね、やっぱね、妹だなってすごい思ったの。どうした、お姉ちゃん。何があった。会って瞬間、あ、お姉ちゃんとかって言われた時に、
あーってなって、いや皆さん聞いてくださいよ、あの私入り時間が9時とかでお姉ちゃんが10時ぐらいだったんです。私メイクも終わって、なんか一人か撮るかみたいな話になって、メイク室行ったら9時半なのにもういるんですよ。でなんでいいのって言ったら、なんかすずに会いたくて早く来ちゃったみたいとか言って、40分早く着いたのスタジオに怖いスクールオブロックの女子クラスガールズロックス2週目担当、広瀬すずと広瀬アリスです。ということで、昨日お知らせした通り今夜は2人で投稿しています。お姉ちゃんがこの女子クラスに来るのは4ヶ月ぶり、結構経ってるね。でも2回目来るの早いよね。でもね、正直またここ来るなって思ってた私。でもお姉ちゃんが来ると、私広瀬すずなんですけども、はい、なんかちょっとワルセすずというものがありまして出てた出てた、私の裏の私、いや見せていきましょうよ、そういうの。そうですね、気合入れて今日も行きましょう、頑張りましょう。3 1 2、あれどっちだっけだーだーこんな私たちですが、7月19日から2人が出演するマッチのテレビ CM がオンエアされます。お、なんか前回さ、私が割と私のお話って感じだったじゃない、でも今回はすず中心のお話だよね、そうなんです話自分の話なんだけど広げていこうよでもなんか2人の関係はそんなに変わらず、友達だよね。でも何かね、ちょっと距離があるような雰囲気になってると思います、うん、そうですね。どんな CM になっているのかぜひお楽しみに。ということで今夜はマッチ CM 出演記念としてこちらをお届け。先週は空欄だらけ、広瀬姉妹は謎だらけ、パフパフ19日からオンエアされるマッチのテレビ CM、 キーワードになっているのは青春は空欄だらけ。今から私たちが1問ずつ生徒の皆さんに問題を出します。広瀬すず、広瀬アリス2人が出題する謎を解いた方の中から抽選で5名にマッチを1箱プレゼントします。おお、おすごい、1箱でございます。欲しいなはい、ぜひ問題に答えてください。私も答えたらもしかしたら一箱ありません。はい、いきます。まずは広瀬すずからの問題です。第1問、私が初めてお姉ちゃんとオセロをした時の結果はどうだったのでしょうか。1番、お姉ちゃんが勝った。2番、私が勝った。3番、引き分け。さあどうでしょう。考えてくださいで。考えて。でもこれはね、私やればできる子ですからね。あ、待って。でも私人生ゲームも強いんですよね。そう、なんか急に人生ゲーム欲しいって言って。いや、私急に買ってきたんですよ家に。でお母さんが何事みたいな感じになったんですけど、なんかお母さんもすごい気に入って人生ゲームやろうよみたいな。いやこの前ね、お兄ちゃんと2人やったのさ。30分で終わった全然盛り上がんなくて。本当にやっぱ、盛り上げ担当広瀬すずが必要だね。なんか4人とかでやるとさ、聞いてないいやもう最近ずっとスルーしてるからさ。そうね、ちょっとやり返してみたけど。じゃあお姉ちゃん次。続いて私広瀬アリスが出題します。すずがこの前実家に帰ってきて、そして東京に戻るとき、私はあることですごくすずを怒りました。それは何でしょうか。1番、わがままを言いまくった。2番、部屋を荒らした。3番、私のワンピースを着て帰った。どれでしょう。この前実家に戻ってきた時のすずのテンションね、すごかったよね。でもさ、私地元に行って直接駅の近くでお祭りやってたんです。七夕だったので。私がスカウトされた場所ね。それでこうお母さんに
キャリーケースもあったからお迎えに来てって言ったら、今お兄ちゃんが乗ってっちゃってるからお迎えに行けないのって言われて、駅からほんと20分ぐらい家までかかるんです歩いて。そろそろ家に着く頃だなと思って、あとちょっと頑張ろうって思ったら、なんか後ろから先生って来て、えっと思って誰だろうと思ってパッと向いたら、お姉ちゃんとお兄ちゃんが車で来た。で、あっと思って、まあ、あとちょっとだけ乗せてってもらおうって思ったら、じゃあなって言って通り過ぎていくんです。えと思って、でもお兄ちゃんはやっぱ優しいから止まってくれたんです。で一緒に車に乗ったら、なんか二人してブスお帰りとか言われて、なんで帰ってきたのとか言われて、まあ、でもその時に私気づきました、私のこと好きなんだなって。だって大好きなんだよね、本当にそう思う。さあ皆さん、広瀬姉妹の謎は解けましたか？今夜はお姉ちゃんと一緒に広瀬姉妹は謎だらけをお届けしましたが、皆さん分かりましたか？答えが分かった人は広瀬すずのガールズロックスにメールで答えを書いて送ってください。締め切りは8月10日日曜日までです。マッチのウェブサイトでは、高校生青春白書ビタミン炭酸マッチ青春の難問キャンペーンを実施中。プレゼントもあるので、ぜひホームページをチェックしてみてください。お姉ちゃん、ん？2回目の投稿でしたけど、うん、どうでございましたか？うん、楽しかったの？そうだね、すごく楽しかったよ。本当に今日ここ来るまでも駅で会った瞬間これマジ、ちょっとレパートリー増やそうよ。芦田愛菜ちゃんのモノマネをする芦田優さんのモノマネ。ちょっと最後にいいですか、私メイジェイさんがモノマネするピカチュウとクレヨンしんちゃんができるようになったんです。出た、ちょっとや、あの初披露よろしいですか？皆さん期待して聞いていただけたらいいなと。ピカピカピカチュウ、全然似てないよ。俺しんの好きだぞ。なんか両方60点みたいな感じだよね。あ、でも半分超えてるんだ。じゃあ極めます。それではまた明日女子クラスで会いましょう。広瀬すずと広瀬アリスでした。バイバイ。バイバイ。やべ、一気にクイズのことちょっと吹っ飛んじゃったんだけど、吹っ飛びましたね最後のね。ただ二人ともモノマネのモノマネなんですね。そうなんだよな、どうやらね。オリジナリティはゼロだから、ね、ゼロなんですよ、ね、オリジナルで見つけてほしいな。八代優さんはよくモノマネやってんの知ってるけど、いや面白い、あの人面白い。メイジェイのモノマネのモノマネするっていうの、いやピンとこないですよ。俺してるの見たことないんだけど。見たことないからね。やるんだね。うん、ピカチュウとクレヨンしんちゃん。そして、はい、二人の謎が解けたってやつは、はい、広瀬すずのガールズロックス宛てにメールで答えを書いて送ってきてくれ。待ってるぞ。締め切りは8月10日の日曜日まで、はい、抽選で5名にマッチ1箱をプレゼント。ありがとうございます。詳しくはガールズロックスのページをチェックしてくれ。お願いします。広瀬すずちゃんは明日も投稿。広瀬すずのガールズロックス、朝日新聞の提供でお送りしました。そしてこの後はパフューム研究員が登場。未来の鍵を握るレイディオスクールオブロックと申します。スクールオブロック、東京ヘイムから全国38局に向けてお送り中、スクールオブロック校長のテーマです。ロックのスペルは LOCK、 教頭の吉田です。さあ、そして生放送教室にはもういるよ、我が校の秘密の研究室勤務、パフューム研究員、カシウカです。あーちゃんです。のちです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。やった、変な間開けちゃって全然全然全然スプリングオブライブ聞きたかったからみんなそこ待ってたわけだからみんなダン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 、ここまでだからやっぱり待たないといけないの。申し訳ない、私が悪かった。全然 OK よ、もうギアトルクに入ったじゃんか。グー出ちゃった。 OK よ、なんでこのグーの出しねえ校長、校長、はいはい、DVD 売れてよかったね。おめでとうございます。なんかね、その、うん、いろいろ
ろやってて、でバビーム研究員の3人もなんか言ってくれてたりとかしてね、いろんなことがあって、どうもありがとうございます。本当にいろんな力をお借りして、ありがたいですね。本当すごいことですね。いやいやいや、でも全然こっからなんで、こっからなんでこっからですよ。誰の話、俺の話じゃないけど、まあ、やつらはこっからだと思います。あ、そうですね、ありがとうございます。本当に頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。誰誰そのグー何なんだよ。やめた方がいいよ。久しぶりだから、バビも研究員とね。そうですね、かなり久しぶりですよ ね。1年ぐらいかな、ね、レベル3の時だから9ヶ月とか、多分それぐらい。もう一郎先生とベボベ先生ばっか来る。いいな、いいな。Perfume 全然来れない。聞いてるからね。すごい聞いてるから。いや、ベボベ先生はずっと毎月ね来てくれてて、一郎先生もね、はい、ずっとまああの生放送教室、そうですよ、来てくれたりとかしてて、確かに寂しかったっすか。寂しかったよ、寂しかったかな。お、片言、すごい片言だね。いやでもいつでもこうウェルカムですから、バビーム研究員。あ、嬉しい、当たり前じゃないですか。ケイトのみんなもだって待ってるわけですよね。今日はすっごい楽しみに来ました。ありがとうございます。お願いします。そうですね、バビーム研究員は明日ですね、7月16日にニューシングル、クリンクリンをリリースされます。おめでとうございます。これ通算もう20枚目なんですね。そうなんです。気づいたら20枚目になってました。どうですか、結構出したなって感じですか、20枚ってどうですか。なんか前回のドーム、3年前のドームの時に10枚目、11枚目とか言ってたから、そっから、3年間で20枚届いちゃったのっていう驚きがあって、あっという間感ありますね。でも結構全部充実してて、内容の濃いものばっかりだったなって思ってます。今までのその19枚も、そして今回のこの20枚目のシングルも、はい、20枚目なんていう言葉が出るなんて思ってなかったんで。そうか、そのデビュー当時とかデビュー前とか、はい、全然だからそのプランというか、未来予想図とかっていうのも、特になかったわけじゃないですか。なかったっていうか、できなかったし知らなかった、だから どういうふうに、歌手の人って何やってる人かもわからない年からやってるので、9歳時からその歌手になりたいっていう漠然の夢をずっとやってきたから、その自分がシングルを出せてる、 CD 出せてるってことがまずもう夢みたいだし、でしかも今回こういうふうに20枚目ですねってこう言ってもらえること、あ、そうやってちゃんとなんだろう、こうポイントとして今何10枚みたいな、こう切りのいいところで言ってくれる人がいるっていう、なんかその幸せもすごい噛みしめていて、いやー本当嬉しいですね。なんかそうやってこう思ってるんだなっていうのを今分かって、俺たちもすごいね、嬉しいっす。いや本当一枚一枚を大切にしてるんだなっていうのがね、今の3人の話ですごい、まあ当然なんですけど、でもすごい改めて分かった気がして。ああそうですか、いやでも今年ね1枚目のシングルなんですよね。そうなんですよね、実はね、結構なんか出てるイメージだったんですけど、そんなこともなくて、いやじゃけ上半期何しとったんですかっていうふうによく聞かれるんですけど、いやいろいろだってやってたでしょ、上半期やってたはやってたなんですけどね、シングルとか出してなかったから、まあ何やってんのかなって思う人がいるの多いかな。逆に失礼なやつだよ。いや M ステの人にやたら休みのこと聞かれて、休んでたんでしょって、休んでた時何してたんですか、いやいや休んで、まあ休みありましたけどみたいな。いやだってライブやったり、だって全国回ったりとか、それから行ったりとかね、いろいろやってました本当は。そうですよ、俺たちは知ってるから大丈夫ですよ、そこはね。今回ねクリンクリンでしょ、で Hold Your Hand でディスプレイで意地悪なハローと、4曲ね入ってて、さらにあのインストのバージョンも入ってますもんね、これシーズンね。で、あの Hold Your Hand のあのミュージックビデオには、あの手で、これ言っていいのかな、なんすか、すみません俺たちも参加します、ありがとうございます、すみません、ありがとうございます、ありがとうございます、実は参加させていただいております。本当にこれこんな光栄なことないっすよ。お願いして出てもらって、いやもうこりゃぜひ参加してもらおうっていうのはもうすぐ名前が出ていて、うわ嬉しいね。そう
今までお世話になった人とか、はい、一緒にやってきてくれた人にぜひ出てほしいっていうので、はい、集めていただいたメンバーの中にもちろん参加していただきたくって、はい、参加していただきました。その顔なんですか？校長はすぐ分かったんですよ。あ、僕ですか？へえ、分かった。校長だってなんかちょっと俺って分かってみたいなやらしさがあって、うん、やっぱなんかこうちょっと一画面でも出てました。ほんの一瞬だけでもいい、僕の個性を残したいみたいな、そういうこうなんか出てました。だからあわよくば気づいてもらえたらなみたいなのがね、うん、確かにあの半年間着たことない、はい、あの柄の T シャツ着ちゃいました。そうだったの？そうだったの？あー T シャツ気づかなかったな。あー面白い。え、ポーズがやっぱりね、この人は面白いわ。すごかったね。しかも教頭先生はハットもかっ、おしゃれしちゃった。おしゃれしちゃった。いや、それはおしゃれしてんじゃねえよ。こんな機会ねえからよ。分かってるか俺の気持ち。確かに以前見てることなんてないんだから。それ切るだろう。爪痕残したいね。そうだ、大好きなパイエムですしね、校長先生は。いや、だからすぐ分かった。ありがたいです。教頭先生は分かりました、うん、教頭は分かんなかった。最初はね、ちょっと分かんなかった。分からないよ、最初は分かんなかったけど、うん、こう教えてもらって、はい、ようやく手を見たら、うわ、分かるってなった。教頭の手だと、そう、パラパラってしてるんだよね。なんかね、指がシューって長いの。教頭指切れ説すげえ押すんだよ。そうそうそう、ね、ありがとうございます。すごい綺麗なんだもん。あれ字は自分で書いたな。字はね、やっぱり自分の手のひらに左手で書けないから、うん、奥さんが書いてくれたんですよ。そこでホールドユーハンドしてんじゃねえよ。明日発売のパフュームニューシングルクリンクリン、歌詞は可愛らしいけども、うん、こう音かっこいいじゃないですか。そのなんか落差もまたいいっすよね。すごい曲ね。ありがとうございます。ギャップありますよね、うん、あと声がやっぱね、うん、パフューム研究員3人の、うん、改めてね、いい声だ3人、うん、で合わさった時のやっぱ声がやっぱ本当いい声してんなと思って、うん、うわ嬉しい。本曲聴いて特に思いました。ありがとうございます。であとね、DVD 付きシングルの方にはクリンクリンのビデオクリップ収録されていて、はい、これもまたねちょっと面白いエキゾチックというか、うん、オリエンタルというか、うん、踊り子に扮して扮してね、はいはい、いいっすよね、すごいね、うん、衣装とかもね、うん、なんか可愛らしいし綺麗だし、うんうん、ちょっと色気もあるじゃないですか。あ、ね、なんか着物みたいなドレスみたいな、うんうん、なんかどことは言えないところで、うん、こうの踊り子みたいな設定で、うんうんうん、だからこうなんかアジアンっぽいけど、うん、どうだろう、ちょっと北だ、どこだっけ、北東みたいな、中東、中東ね、中東、うん、ちょっと北行っちゃった、寒いやつになっちゃった。北欧ではない。はい、不思議な感じですよ、だからね。であと初回版の DVD には、うん、3曲目に収録されているディスプレイのビデオクリップショートバージョン、はい、さらに今年の春に行われた対バンライブ Perfume Fest 2014のダイジェスト、これやばい、マジでみんな見た、見ました、見た、見た、この話はまた後からする。それは今じゃないの、今してよ、したら止まんなくなっちゃうから。え、確かにね、誰が一番良かったですか。そうだな、誰、いやー、ライブスターションも良かったし、畑瀬美も良かったし、高橋優もお前かっこよかったぞお前。あとね、誰だろう、もうスカパラ先生も良かった、もう全部言えません。ありがとうございます、すいません、壊れちゃった、すいません、すいません、言えません、壊れちゃった、あれやばい、涙なしに本当語れない、これはね、マジで見た方がいい。いや、意外とね、ボリューミーなんで。そうだよね、確かに、うん、24分入ってんだって思っちゃったから、最初に画面表示して、うん、こんなに入ってんの、もし嬉しいね、それはね、怖い、こんなにやっちゃうの、ありがとうございますってなっちゃいました。いや、さすがやっぱりファンの人違いますもんね。 ありがとうございます、はい、そしてですね、完全生産限定版というのもありまして、はい、こちらが大きい箱の中仕様という名前になってますが、うん、どういうことなんでしょうか。これは大きい箱の中に入ってる読んで順に置こうと、大きい箱の中仕様、はい、備え大きくないっていうのもあるんですけど、箱が、うん、確かにね、普通のやつよりもちょっと大きいのかな、ちょっと大きい、うん、はい、なんか大きい箱の中だと思ってた、これが、この箱が箱の中の入り口ってこと、うん、中身だと思ってた。なるほどね、うん、捉え方は自由です。いろんな、ね、捉え方があるってことで、これね、でジャケットが 3D フォトジャケットになっていて、そうなんですよね、うん、すごい奥行きのある感じになってるんですよ、うん、なんだっけ、撮るときはポラで撮ったんだよね、そう、あのでっかいポラ、
っかいポラ、古いもう絶版になってるポラで撮って、ほう、だから寄せ集めて日本全国で、もうあと何枚しかないですっていう、この写真、ジャケットになった写真も2枚ぐらいしか撮ってなくて、はい、それの1枚なんです。へえ、そうなんだ。そう、すごい、よくできてるでしょ。よくできてるよ。すごいよね。スタッフさんありがとう。あとフォトブックレットとか入ってるんですよ。はい、今回ちょっとそう豪華なんですよ。うん、うん、いろんなのがね。これ名ばかりではないですよ、本当に豪華です。豪華ばかり。誰も疑ってないですよ、これは。すぐ豪華つけちゃうから。書くじゃないですか、こういうのは、ね、これは本当に豪華です。もうジャケットの方もすごいお金かかってるからね、だいぶ安いです。だいぶ安い。だいぶ安く収めておきました。で、あとさらに DVD には、はい、これもね、見てほしい。うん、道言うけど、うん、西脇家メモリアルスパイス、そしてシャイニングスター、これ収録されてる、まあ、西脇家メモリアル、はいはい、見てほしいっすよね、これは。まあ知ってるやつもいるだろうし、もうニュースとかにもなってたし、うん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 、どうすかこれ。いや、もう、はい、本当に嬉しかったです。もうこんな夢ほんまに叶うんじゃみたいな感じでした。これ言っても大丈夫っすよね。はい、見てからも楽しみの方がいいっすか。もうニュースバンバン出たんで、うん、まあ、そうか、いいか、はい、だパービーム研究員のスパイスあるじゃないですか、うん、はい、あれをあーちゃんの代わりにナインで妹のチャーポンが同じ衣装でやってるんですよ。はい、中華のちチャーポンで同じ衣装着てスパイスをやりました。で逆にナインのシャイニングスターのチャーポンのところをあーちゃんが衣装を着てやってんですよね。ナインの可愛い衣装着て。これは俺ね、はい、見た時にすみません、うん、一回一時停止しました。やだやめてやだ。俺はこのままもう見たら、うん、もう感情とかがドワってなっちゃう、自分がどうなるかわからないと、うん、で3人の顔見ました、うん、例えばカシウカ、ノッチ、チャーポンの3人の、うん、その顔本当にいい顔してた、忘れないでほしい。あの時の顔、そう、うん、いい顔してた。本当いい瞬間だったの、幸せでしたよ、見てる俺たち。いや嬉しいわ、これはもう本当にメモリアルなので、うん、ぜひこれはね、見に来てない人も見に来てくれたっていう人も、うん、この時のなんか感動を見てほしいな。うん、うんうんうん、さあそして今夜はパフューム研究を迎えてこちらの授業をお届け。この夏は好きな人とクリンクリンしたー。さあ夏休み前の恋愛相談の授業を今日行いたいと思います。はい、はい、いや俺も好きなことクリンクリンしたーい。これ使い方合ってるんですか。どうなんだろう、パフューム的には。初めて言われました。初めてだけど OK かな。OK でございました。これじゃあもう電話で直接聞いてきますよ、話を。はい、まじ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 、校長の電話です。教頭の吉田です。そしてパフュームです。岐阜県17歳ラジオネームジョー49です。ジョー 49! ジョー 49! ジョー 49! 早速なんだけども、お前はこの夏クリンクリンしたいのかどうなんだ。めっちゃクリンクリンしたいです。めっちゃついちゃった。ちょっと話を詳しく教えろよ。いい、ね、うん、どういう女子なの相手は。それ、うん、と今隣の、あ、後ろの席の女の子なんですけど、うん、後ろの席、やばいじゃん、はい、でそれで、うん、最近ちょっと仲良くなって、うん、LINE とかもちょくちょくするようになったんですけど、いいね、いいね、来週の土曜日に、うん、花火大会があるので、来ました、それに誘いたいんですけど、誘いたいんですけど、けど急に誘う声かけたりとかしたら、うん、惹かれないかなってちょっと不安なんですけど。なるほど、女子的にはどうすかこれ。今その好きなことはどれくらいの距離感、確かに、ね、クラスメートなのか、うん、友達なのか、うん、どっちくらい。いやもう完全に友達だと。おー、いいじゃない。やるじゃないか。じゃあ、はい、友達とちょっと気になってますだとどっちくらい。いやでも向こうは多分友達だと思ってるんで。あー、なるほどね。まだ僕の気持ちには気づいてないと多分。なるほど。でもまあ行きたいんだよな、お前はな、一緒に。そのこと行きたいです。なんか他に外で一緒に遊んだりしたことある。はまだないですね。まだないか。じゃあ、はい、初めて外で一緒に遊ぼうっていうのが花火大会ってこと。そうです。これどんな感じで言ったらいいですかね、誘い方、この関係、今の状態で。でもさ、2人で行きたいの。
どうなの？二人で行きたいです。そりゃそうだよね。そりゃね、やっぱ女の子としても花火大会って相当なイベントだし、はい、そこに男の子に二人でって誘われたら絶対に嬉しいと思う。うんうん、誘い方としてはだからどうすか、結構シンプルな感じがいいんですか。花火大会あるね、そうだね。なるほど、まずはそこから話をまずして、うん、うん、はい、花火大会あるね、そうだね、ちょっとさ俺一緒に行かない？え、一緒に二人で？うん、まあ二人でいいよ。はい、決まった。すごい、上49、これだ。え、すごい上49。いや、今でいいじゃん。いいの？今のでいいじゃん。変なこと言わないで、うん、ストレスすぐね、うん、言った方がいい、ね、うん、じゃがバター食べに行こうよとか、はい、そういうのじゃなくて、うん、花火大会に行こうよ、行こうよ。でも一回行く予定とかある、はい、って聞いた方がいいかもね。そうね、行ってから、うん、あのもう友達と約束してるとかあるかもしれないし、うん、そうだね、もうすぐだから土曜日って。そうね、はい、うん、でもちゃんと思いはストレートに伝えることが大事と。伝えた方がいい。これで行ってみよう。上49、行け。はい、わかりました、ありがとうございます。行ってこい。はい、ありがとうございます。これはいいよー、マジで。来週土曜日行ってこいよ。上49、頑張れ。ファミム研究員11時台もよろしくお願いいたします。お願いします。過去問を倒した数、それが君の受験経験値。さあ、志望校を目指す冒険の世界へ共に旅立とう。過去問クエスト。妖精のクララを人間の姿に戻すため、大魔法使いギモーンがいる新大陸にやってきた勇者モギです。今日も港町ドラゴンゲートの防具屋さんにいます。今度はいい鎧を買おうと思ってます。買わないんですか？メジャーサポーターとかそういうの買うんでしょ。あの店員さん、このピンクの羽の鎧も欲しいんですけど。モギ、これ素早さはアップするけど守備力が高くないからね。おお、またお客さんいいの見つけたね。このピンクの羽の鎧手に入れたかったらまた俺の過去問と戦ってもらおうか。いけい。モギ、この過去問に答えるのはヴィーナスの誕生を描いた人物は誰だ。ヴィーナスの誕生ってわからない。はいな、確かその人はイタリアのルネサンス期の代表的画家だった気がするがんす。あ、他にはそれと春という絵も描いてる気がするがんす。あ、わかった。ヴィーナスの誕生を描いた人物はボッティチェリー。ボッティチェリー正解だわ。よし、ピンクの羽の鎧をゲット。その前に宝箱をゲット。想像ができない。ボッティチェリの書だ。イタリアルネサンス中期の画家ボッティチェリ、彼の作品は女性美を開放的に描いた作品が多く、ヴィーナスの誕生や春が有名である。クララ、このピンクの羽の鎧どう？モギ、もっと守備力が高い鎧を買えばいいのに。いやいや、でもこの鎧は素早さがすごいんだって。確かにそのアビリティはいいでがんす。嘘だろ、敵に出会っても逃げられるかもしれないしね。このアビリティ超使えるよ。男らしくないなんか ね、 はっきりしないね。腹据えてね、勝負してほしいとこですよ。それはAgain. 復興、それはつながり。誰もが誰かと同じ未来を信じ、共に今日を笑い合うその瞬間のことである。時は来た、我ら日本ジャパンよ、悲しみではなく喜びを分かち合え。さあ、今こそその掴んだマネーと折れない心で何度でも手をつなぎ立ち上がろうではないか。 Battle Quiz Keep and Release。
11時になったら日本復興バトルクイズ。エントリーするだけで義援金を寄付、さらに掴んだマネーをリリースすれば経済を復興、それがバトルクイズ寄付&リリース。生徒のみんなは普通にエントリーボードにお金の使い道を書き込んでスタンバイするだけ。毎日エントリーした生徒×1円を災害復興支援の義援金として寄付。そして毎日ルトラサーバーによって選ばれた生徒1名が電話に出て3択クイズに挑戦。見事正解すると給付金をゲット。しかし残念ながら不正解だった場合は翌日に無制限キャリーオーバー。ということで本日の寄付は2万円です。昨日ね時間切れでね、はい、失敗してしまったんでね、気をつけてねみんな、時間気をつけてなみんな、噛んでもいいからね。さあエントリーボードに2万円の使い道を書き込んだ生徒の中から本日ウルトラサーバーが選び出すチャレンジャーは全員一体誰だい。彼氏とお祭りに行くために浴衣が欲しいという愛媛県のニャニャです。いやそうよ、もうそういう季節よ、行くの確定してるわけねこれはね、うん、もし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 、校長の田山です。京都の吉田です。愛媛県13歳ニャニャです。ニャニャは13歳ってことは中学今2年生です。どうだ中2は。もう最高です。おお、もっと最高にしてやるよ。ありがとうございます。だろうね、1週間前から。はい、どうやって付き合ったんだよこれ。もう私がもう告白して付き合うことになりました。よくやったよくやった。彼はどんなとこがかっこいいの。そう、うん、もう誰にでも優しいところがもうすっごい好きです。かわいい。でニャニャ、はい、お祭り行くんだよな。はい、これもういいな、うん、浴衣着ていきたいのか。はい、いいね、彼氏喜ぶよそれは。そうだね、うん、浴衣持ってないの。持ってないです。持ってないし、まあなあ、新品の可愛らしいやつ着ていきたいもんね。はい、うん、あ、お祭りって何したいわけ。彼氏とどうする。そう、うん、お化け屋敷が好きって言ってたので、うん、一緒に入ってみたいです。いやー、いいね、入ろいいね、入ろお化け屋敷入ろ、うん、な、よし、じゃあニャニャ、はい、集中して2万円自分そして彼氏のために取り行くぞ。はい、よし頑張れ。出題後5秒以内に答えないとカンニングをしているとみなしてタイムオーバーで答える資格がなくなる。問題は一度しか読まないから、たとえ答えがわからなくても勘でもいいから1番2番3番の番号で答えれば OK。 日本コーバトルクイズキフワンでリリース。問題、実は今日と明日Perfume のクリンクリンのビデオクリップで使ったセットが都内のある場所に設置されていて一般公開されているぞ。さてその場所とはどこ。1番原宿アストロホール、2番ラフォーレ原宿ミュージアム、3番原宿ルイード。原宿アストロホール、ラフォーレ原宿、原宿ルイード。1番原宿アストロホールと来たけれども、これは勘。勘です。勘で来たわけね。まあ何は愛媛だし、まあでもね結構今日はニュースとかにもこれ出てたし、はい、まあ、もちろん大盛況で結構な行列があったらしいけれど、お願い来て。正解は1番です。やったー、おめでとう、原宿アストロホールで正解。よくやったニャニャ。初期ね、はい、このライブの模様 DVD とかなったりするからね、バフィーム研究員のね、はい、ニャニャ、はい、かわいい浴衣選んで彼氏喜ばしてあげて。はい、うん、うわ、楽しんでこい。どうしたらニャニャ。はい、ありがとうございます。はい、いってらっしゃい。じゃあね、さよなら。さよなら。素晴らしい、サイトのエントリーボードに給付金の使い道を書き込んでスタンバイ。日本コーバトルクイズキーフ&リリース。明日の給付金は1万円です。吉田京太、1万円やったら、はい、奥さんとどんなクリンクリンをするんですか。奥さんと、うん、2人で、うん、カウンターのお寿司屋さん行ってね、うん、ウニでもクリンクリンしてやります。うわ、2人してツンツンツン。さあこの後は社会の講師クリープハイプ先生が登場。今夜は大人の社会に足を一歩踏み入れるアルバイトの社会について授業をしていきます。バイトをとにかくしていたという尾崎先生がアドバイスをしてくれます。クリープロックス。
先週発表したクリープロックス学校訪問プロジェクト踊り場実習、みんなもう知ってると思うけど、改めて説明すると、いつも授業をしているここスクローブロックの屋上に続く階段の踊り場を飛び出して、みんなの学校の踊り場で授業をしてしまうというクリープロックス初の学校訪問プロジェクトです。学校訪問プロジェクトです。よし、どうでしょうか、先生にちゃんと話してるか。まあめんどくさいけどね、なんとか先生の許可を、先生を気持ちよくさせて実現できるようにお願いします。応募は一人でもグループでも部活単位でも女子校でも男子校でも共学でも中学校でも高校でも大丈夫です。早くやりたい、本当に行きたいので学校に、お願いします。Ladies and gentlemen, boys and girls, Creep Locks. Creep High. スクールオブロックの屋上に続く踊り場から送る半径3メートルの社会について考える社会の講師、クリーパイプ尾崎世界観ですっていうところが、先週のここの部分が、スクールオブロックの偉い人たちが集まる会議で褒められたということで、多分なんかいいことがあったんでしょうね。先週は若干テンションが高かったと思うので、今もやってみました。来週も褒められますように。はい、最近は新曲エロ2930のキャンペーンですね。少しでも多くの人に聞いてもらえるように、届けられるようにキャンペーンといって、いろんな宣伝で、福岡大阪京都神戸に行っていました。移動中とかね、なんか歌詞とかかけたりするかなと思ったけど、もう移動の時間が15分刻みとかで、もう何もできないんですよ。なんか考えてたらすぐ着いちゃうし、一番ね嫌なのがタクシーによく乗るんだけど、タクシーの奥に詰めるのがすごい嫌いで、なんとも言えないところをぐっと奥に入ってくのが、あれをね、もうね、何回もキャンペーンしてるだけでも多分70回ぐらいはね、往復合わせたらあるから、もう本当にあれが一番嫌ですね。今回はすごくいろいろ入ってて、キャンペーン詰め込んであって、ちょっといっぱいやりたいんでもっと入れてくださいって言ったら本当に大変でしたね。まだまだキャンペーンあると思うので、普段行けないところにライブ以外でも行けるのはすごく嬉しいので、皆さんに会いに行けたらなと思います。そしてクリープロックス、今夜はこの授業をお届けします。バイトしてます。いつも話をしているこの屋上に続く踊り場は、教室から屋上へ向かう途中の場所。アルバイトは子どもの社会と大人の社会の途中の場所。この踊り場でそんなアルバイトの授業をしたいと思います。もうすぐ夏休みだからバイトを始める人たちも多いと思いますが、そのこれからバイトを始める生徒の何かそういう不安な気持ちに少しでも応えられるように、いろいろ読みます。まずは奈良県18歳くま子。スーパーでレジ打ちのバイトをしています。作業にも人間関係にも慣れてきた今日この頃です。なんか手紙みたいで可愛いイメージ。しかし一つ困ったことがあります。それはお待たせいたしましたが噛まずに言えないことです。毎回決まって噛んでしまいます。噛まずに言えるコツとかありますか。これすごいわかりますね。お待たせいたしました、お待たせいたしました、お待たせいたしました。こういう時は言えるんですよ。でも人の前に、お客さんの前に立つと言えなくなるっていう。キャンペーンで一番多いのが、何々をお聞きの皆さんっていうところなんですけど、お聞きの皆さんが言えなくて、お聞きの皆さん、いつも前半で、あって なるんですよね。あとフリーパイプでおやすみ泣き声さよなら歌姫っていう曲があって、そのさよなら歌姫がすごい言えなかったな。だからそのキャンペーンの時は、曲紹介の時になるといつもドキドキしてましたね。言えない言葉はみんなあるので、言えなくて大丈夫です。なんとなくニュアンスで相手も分かってくれるので。続いて東京都17歳本走る虫。すごくいいラジオネームですね。バイト始めました、ファミレスです。でもみんな長く続けてる人ばかりなので、なかなか食い込んでいけません。尾崎先生は先輩とどうやって仲良くしますか。あと可愛がられる後輩の秘訣を教えてください。僕後輩の友達がいないですね、ほとんど。先輩ばっかりか同世代か。
あと後輩、年が下でも仲いい人は全部タメ口を聞いてくるような人ばっかりですね。だからあんまり、そうだな、でも長く続けてる人たちの中に入っていくあの感じはすごい嫌だな。でもなんかあの、これどうやってやるんですかとか、連絡先教えてくださいとか、話しかけてきて、話しかけられて嫌な思いすることはないと思うので、分かんないこと全部質問して、でもあの意外と分かんなかったら何でも聞いてって言って聞くとちょっとイラッとされたりするんだよな。難しいですね。なんか話しかけてみたらいいと思いますけどね。お客さんとかで、いやあのお客さんちょっと面白かったですねとか、あのお客さん怖かったですねとか、そういう第三者いじりで距離を縮めるっていうパターンは多かったかな。あれ何なんですかって、あの人何なんですかみたいな、よく来るんですかみたいな、そういうところでなんか二人きりの時間なんだけど、誰かが話に別の誰かが入ってくることによってうまく進むような気もします。こんなにいいラジオネーム考えられるんだから大丈夫だと思います。続いて長野県18歳、パセモン。自分が一番若くて、あとはおばちゃんしかいないところでバイトしてます。お昼休憩が1時間半くらいあるのですが、一緒にお昼になったおばちゃんから悪口を永遠に聞かされます。私全然休憩じゃないみたいな、何かおばちゃんの悪口を聞かなくて済むような休憩方法はないですか。これは逆のパターンですね。あの長くなってしまったがゆえの悩み。おばちゃんとね、本当に相性が悪くてね、もう戦争でしたよ。バイト中のおば、各バイトのおばちゃんにはいじめられ抜きましたね。本当に未だに腹立ってますね。嫌われるなんかがあるんでしょう、きっとあの世代に。そう、もうだから羨ましいけどな、こうやっておばちゃんからなんか話しかけられるっていう。本当に一人もいなかったから、あの同世代の友達を二人と工場で歩いてると、そのもう一人のやつだけちょっとこっちおいでって言われた飴をもらって、俺はもうそいつにそんな飴食うなよって毒入ってるから食うなって言ってましたけど。ということで今日はバイトについていろいろ話してきましたが、これからアルバイト始めるということは大人の社会に足を踏み入れようとするということですから、皆さんに向けて一言メッセージを書きます。はい、かけました。前に進め。はい、とりあえずそうですね、あのやってみていろんなことが変わっていくと思うので、良くも悪くもダメになってもそれはきっと前に進んでると思います。バイトをそれでも嫌だな、こんなの合わないからやめようっていうこともきっと、それは次にまた新しいことが待ってると思うので、そういうその時はマイナスに思うかもしれないけど、きっと先には進んでると思うので頑張ってください。はい、7月23日に発売される新曲エロ2930の両 A 面シングルの2930です。1920という小説を少し借りたというか、ちょうど今自分が29歳でもうすぐ30になるから、このタイトルにしようと思ってつけました。まだ聞いてくれてる生徒のみんなは29、30になるまでは時間あるかもしれないけど、絶対何か感じてもらえると思います。いろいろ感想も聞かせてください。クリプロックスでは掲示板とメールでメッセージを待っています。学校訪問プロジェクト踊り場実習もこちらから、アドレスは www.tfm.co.jp/lock、www.tfm.co.jp/lock、 ロックのスペルは LOCK、 L で始まるロックです。そして来週7月22日はニューシングルエロ2930のフラゲビ、フラゲビとか恥ずかしくて、言えないけど言ってしまったということで、フリーパイプメンバー全員で投稿します。それではまた来週踊り場で会いましょう。あのメンバーみんなで来たから嬉しそうとか
メール送ってこないように。そして校長教頭、今年から始まったコピー版ライオット、クリーパイプのコピーバンドがいたらご贔屓お願いします。まあでも多いだろうな。いやいますよ絶対。それはクリーム先生の曲カバーするやつね、はい、だ多分たくさんいると思うから、うん、まあ結果エコヒーキにはなってしまうのかな。それはね、おしゃれエコヒーキですか。またスカッチ発動した可能性大だね。87% 発動した結構高めですね。さあそしてね、クリーブロックス初の学校訪問プロジェクト、うん、踊り場実習、はい、尾崎先生に自分の学校に来てほしいっていう生徒は、うん、クリーブロックスのサイトをみんなチェックしてほしい。尾崎先生もすぐやりたいって言ってましたからね。もしさっきもね尾崎先生言ってたけれども、はい、もう来週はニューシングルエロ2930のリリースを記念してメンバー全員で授業を届けてくれるぞ。やったありがたい。そして明日のこの時間は我が校の警備員が登場、クランプールロックス。スクールオブロック、スマホで弾けるスマホロックス。今夜はザ・サラバーズが更新、先行ライアットね、第3次ライブ審査の東京大会の終了後に、まあ、俺と一緒に撮ったというか、まあ、撮らされたやつなんだけど、まあね嫌だ俺は。嫌だ、うん、あいつら大好きだけど大嫌い、うん、俺は本当に嫌だ。特にドラムのユータのイヒヒヒって笑いが特に嫌いです。出るか校長の富山です。ロックのスペルは LOCK。 先行ライオットと同時開催コピー版ライオットに出演したい生徒からのコピー音源募集中。しかも選ばれた9組のうち3組は9ミリパラベラムバレット先生によるテクの授業に参加できます。教頭の吉田です。さあそしてもうねこのねブラックマーケットブルーズに合わせて3人でも踊ってるんだけれども、今夜のスクールブロックは我が校の秘密の研究室歌ってもおります。バフュームパラベラムバレット研究員を迎えて送り中。違うよそれが。違うよ違う情報が多すぎて。研究ねどっちで反応したらいいかさ。バフューム研究員を迎えて送り中だ。イエイ。東京都16歳男の子ラジオネームクリマンジュ。クリマンジュクリンクリンフラゲしてきました。ありがとう。ありがとう。嬉しい。クリンクリンはテレビで何回か聞いていたんですが、うん、何回聞いても飛び跳ねたくなる。最高です。嬉しい。ホールドユアハンドと意地悪なハローは歌詞が可愛くて仕方なかったです。へへディスプレイはとてもかっこいい曲でパフュームにぴったりだと思いましたと。わ嬉しい。嬉しい。うん、全部聞いてくれた。鹿児島県17歳男の子ラジオネームパフュームで笑顔。パフュームありがとう。タイトル全部すごい。本当クリンクにフラゲしました。ありがとう。めっちゃ気になっていたディスプレイと意地悪なハローはいい意味で裏切られました。ディスプレイはかっこよくてノリノリになりそうな曲でした、うん、意地悪なハローはキュンキュンしてめっちゃ可愛い曲です。可愛いよね。DVD は対バンライブダイジェストが印象的でした。各アーティストとのコラボがとても良かったです。ナインとのコラボであーちゃんとチャーポンが泣いているのを見て感動してしまいました。あさあ今日は4曲を永久リピート。あーありがとう。嬉しい。他もクリンクリン以外の3曲もめっちゃ良くないですか。いいです。本当ですか。あのディスプレイもなんか面白いくないですか、あの曲って。面白い。なんか歌が入りそうで入らないとか。だからカラオケで歌えないっていう。だからさ、ね、感想どうしたらいいのっていうぐらい長いよね。あれこの曲インストの曲だった。ああ歌入ってきたっていうなんかあれがすげえ新しい感覚だなと思って。意地悪なハローも可愛らしいしね。可愛いですね。小悪魔ですね。さあそしてパフューム研究員、なんともうツアーが間近なんですね。そうなんです。パフュームフィクスツアー、はい、2014グルングルン、グルングルン、クリンクリンからのグルングルン、はい、これが8月1日の地元広島グリーンアリーナを皮切りに、はい、うん、アババット全国1、2、3、4、5、6、7キャッション、はい、キャッション、はい、7キャッション、キャッションね、7キャッション、キャッション行って、はい、それで最後が代々木4デイズ。そうですね。3日間どうすか今回のこのツアーどんな感じになりそうですか。今回は、はい、前回ドームツアーだったので、はい、皆さんに集まってきてもらって、うん、でっかく見せていったんですけど、うん、次は私たちがこう周りに行って、うん、で新曲が4曲なので、はい、いつもアルバムだと
アルバムやること多くて、そうですよね、昔の歌とかできないんですよ、うん、それをちょっと今回は新曲を抑えめに4曲にしてるので余白がたくさんありますから、はい、昔の曲もできますし、ね、うん、あとレベル3もちょっと踏まえて、はい、そしてクリンクリンで私たちの今の今というものを見ていただきながら、はい、全て楽しんでいただけるんじゃないかなと。やばい、あれ校長先生もう最高なの確定じゃないかもう最高じゃんか、だって最高だよ、顔が赤いよもう、でも潤んできたよ、嬉しい、いやー、うん、いけるやつ、うん、というかもう行くんだろうけどみんな、みんなね、まあ楽しみにしとこう、うん、これはね、よろしくお願いします、楽しみです。さあそして今夜は Perfume 研究を迎えてこちらの授業をお届け、この夏は好きな人とクリンクリンしたい、もう夏休み直前だし、はい、マジかでございます、夏といったらなんすか、うん、恋でしょ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 、イベントボーイスからね、そうでしょ、うん、もう恋愛相談の授業をね、はい、今日やっていきましょう、やったい、やっていこう、やっぱみんなこうしたいんだけどもなかなかこう一歩踏み出せないとか、そうね、やっぱ悩み事いっぱいあると思うんで、あるね、ファミリー研究員今日よろしくお願いいたしますね、お願いします、もしもし、もしもし、校長の電話です、教頭の吉田です、そしてパフュームです、栃木県14歳のサンドの道より SOL を愛するです、サンドの道より SOL を愛する、この SOL はスクールオブロックでいいの、いや、そのまま SOL って読んでください、 SOL となるとその K-POP のアーティストになる可能性もあるってこと言うの、これは、いや、あの、うん、スクールブロック の、 あの略称で、あ、そうでいいのね、よかったな、危ない危ない危ない、あんまり愛されたことないから不安になっちゃうね、信じるのが怖くて大丈夫かなって思っちゃった、聞いちゃって、いや、愛してるんですって、嬉しいね、ありがとう、14歳ってことは今中学、中学3年生です、中3か、中3、はい、3度の飯より SOL を愛するよ、はい、この夏どうなの、クリンクリンしたいの、めっちゃクリンクリンしたい、わー、思いが強いね、ちょっと聞かせてもらおうか、話相手はどういう、うん、1年生の時にクラスが一緒で、うん、今年クラスが分かれちゃったんですけど、そんな好きな人に、うん、と今年夏、うん、夏祭りに一緒に行けることになって、いいじゃん、すでにいいじゃんもう、そうです、うん、それでその時に意識してもらうにはどうすればいいのか今悩んでます、なるほどね、意識してもらえるようにっていうのはどういうこと、普段、私すごい言葉遣いがちょっとあまりよろしくなかったり、あら、うん、ちょっと性格がガサツなところがあって、うんうん、なんかあんまり女子として見られてなくて、うん、なんかお前男子だろ的ノリでいつも話しかけられてるんですよ、はい、そうなんですよ、でそれで、ですごい、まあ、今年は、うん、あの女子他に一緒に行く女子と浴衣をみんなで着ようっていう話をしてるんで、何人かで行くんだね、はい、うん、何人で行くのそれは、と5人で行きます、5人、どういう、うん、女子と男子は何人何人、と女子3人と男子2人で楽しいね、それ大丈夫、取り合いになんない大丈夫だその辺は大丈夫、多分大丈夫だと思います、え、他の女子2人は気持ち知ってるの、はい、そうですね、知ってる子と知らない子がいるんですけど、なるほどね、でも片方すごい勘が鋭いんで、もしかしたら気づいてるかもしれない、なるほどね、バレてんのね、じゃあ女子の中ではもう分かってることね、まあ、ほぼもう分かってると、みんなで浴衣着るの、はい、なんか友達がみんなで浴衣着ようって言ってて、うん、いいじゃん、はい、新しい浴衣を買ったんですけど、何色、そう、なんか紫とか黒って確か言ってたような気がするんですけど、いいね、大人っぽいね、大人っぽい、はい、どうすかパフューム研究員、そのそういう風に思われてる男子に対してちょっとこう女子としてだから、うん、そういう目でちょっと接したいってことだもんね、うん、見てもらうっていうね、どうしますか、いや浴衣着ていくんだったら、うん、もう好きになるよ、
その大チャンスだよね、うん、大チャンス。普段の振る舞いとか、うん、と制服じゃないしさ、うん、制服じゃない私服ってだけで驚きなのに、うん、浴衣だもんね、うん、グッときちゃう。ギャップにグッときちゃう。確かにギャップ半端じゃないんじゃん。そうはない、うん、今までのそのなんていうのボーイッシュ男っぽい感じからのってことでしょ、うんうん、いやでも着てる方もね、はい、すごい緊張するんですよ。ドキドキするんですよ。浴衣着てる方女の子もドキドキする。あれはどういうドキドキですか。なんじゃろう、あんまり気に合わないものじゃけん、うん、着た時にこれでいいんじゃろうかっていう不安と歩き方とかもちょっとこうちょこちょこって歩かないいけんし、そう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 、でそうそう、だからはだけちゃうから、うん、はだけんようにおしとやかにしておかなきゃいけないんですよ。なんかもう浴衣を着るだけで動き方が変わるんですよ。そう着るだけで仕草もちゃんと女の子らしくなるんだ。そうそう浴衣マジック。そういつもの動きできなくなっちゃう。そうそう、だから本当にね、なんかこうゆっくりな動作になっていくからこそ自分もなんか気持ちがどんどん熱くなってきちゃってドキドキしてきちゃうんですよ。サンドの飯より SOL 愛してる。だって普段はその歩幅1メーター50ぐらいある、うん、いやめっちゃいくやん。飛んでるチャンネル足長すぎる走る幅跳びでもそれやっぱ浴衣着てるだけ確かになんかこうちょこちょこ歩いてる、うん感じありますわ。そうだからいつものペースで男子に歩かれると置いてかれちゃうから、うん、ちょっと待ってってなる、うん、はああちょっとどうよ今の話聞いてて。いやいいですねいやもういいですねもう想像してるじゃん。だってさその彼の前でさ浴衣姿でいったことはある？今までないですね。これじゃあもうこれだけでもうね、うん、全然いい。これだけでも違うと思う。ああ髪ちょっと上げたりしてね。そうそうそう。髪の長さはどんな感じ。髪なんですけど、うん、髪の毛が今セミロングぐらいなんですけど。セミロングってのっちくらい肩よりも短い。もうちょっとある。肩と同じくらい。肩くらい、うん、あのお団子作ろうと思ってたら髪の毛がアップでできなくて、うん、団子ね。全然いいよお団子じゃなくても。でなんか浴衣に合うお団子じゃない可愛い髪型があったら教えてほしいんですけど。のっちがね、あの成人式の時とかに振り袖で写真撮った時とか片方耳にかけてちょっと編み込んでそこになんかつけたよね髪飾り。つけた、つけた。耳のちょっと上ぐらいに大きめの髪飾り、そうそうそう、コサージュ、なんかお花つけたね、うん、みたいなつけて反対側はいつものまま。そう、下ろしといて。そこでもギャップが演出できるんだね。色じゃんか。2つ目のギャップ右側と左側ってことですか。やばい、これやばいでしょ。 SOL 愛するちゃんは前髪はある、うん、ない？あ、前髪はあります。ある感じ？あるんですけど、うん、あの他の、あの普通の、あの後ろとかの方の髪の毛がすごいくせっ毛で、うん、なかなか髪の毛下ろせなくてすごいそう、すごいボサボサになっちゃうんで、うん、いつも髪の毛何かしらで縛ってるんですけど。でもそしたらさ、いつも縛っとんじゃったら下ろしたらドキッとするよ。うん。なるほど。下ろして耳にかけて、うん、髪飾りつけて、そのくせ毛がどうしても気になるんじゃったら、はい、頭さ後ろ半分こにしてさ、頭を半分こにはできるんだけど、髪の毛ね。髪の毛を半分こにして三つ編みにするんよ。そしたらその三つ編みを右の三つ編みを左に寄して、左の三つ編みを右に寄してピンでペタペタって止めたらね。私のスペンディングオールマイタイムの時みたいな髪型になります。そうしたらまとまってるけどちょっと三つ編みのルーズ感も出せて遅れ毛、計画的な遅れ毛も出てるし大計画的な大事みたいに言うな。大事です。大事これ大事大事です、大事の、はい、でそのピンが止めてるところにお花とかポンってつけたらもう可愛いと思う。はい、SOL を愛する。これすごいよ。もういけちゃうよこれで。全身コーディネートしてもらってね。いやどっちもいいよ。いいこと聞きましたね。ああ頑張ってほしい。めっちゃいいこと聞きました。頑張っていってこい。内股でね。はい、頑張ります。ああはい、じゃあなんかちょっとねどうだったかとかも知りたいですね。あ、知りたい。よかったら書き込みとかちょうだい。はい、うん、はい、じゃあ楽しんでいってこいな。はい、ういっす。はい、ありがとうございます。これが噂のディスプレイですわ。はいはい、そうです。4曲のうちの3曲目に入っている、はい、そうです。かっこいいですね。もうこれ振り付けできてるんです。あのちょっと映像は、はい、あ、ちょっと入ってんのかこれに。入ってますよ、はい、短いやつですけど、はい、もう完成している。はい、
あんのかな、ツアーでも分かんねえけど、まあそれはいいか。でかい、独り言がでかいよ。全部聞こえてる、聞いて聞いてる、まだ漏れだったか。じゃあ続いての生徒、はい、いきますよ、いきましょう。もしもし、もしもし、校長の富山です。教頭の吉田です。そしてパフュームです。東京都15歳のロッタンコです。ロッタンコ、ロッタンコ。15歳ってことは今学年は今高1です。高1、高1、はい。ロッタンコも何この夏クリンクリンしたいわけ。クリンクリンしたいです。したいよ。どんなクリンクリンをしたいのさ、うん、ロッタンコは。あの、うん、9月の、うん、東京の、うん、ぐるんぐるんのライブに、うん、好きな子と一緒に行くことになったんですけど。え、パフュームのライブに、はい、好きな子と、はい、え、来るの、行きます。え、わ、え、もうクリンクリしてるじゃんこれ。何、もうデートじゃん、うん、いやでも、うん、まあ、そういうのじゃなくて。そういうのじゃない。なんだ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。夏休み中に誰かに取られたりしないか。あ、まだ付き合ってなくて、はい、相手の気持ちもわからないってこと。はい。はあ、でもパフューム研究のライブには行くの決まってるんだ。はい。これは何人で行くの。2人です。すごい、すごいすごいじゃん。デートじゃん。デートだ、本当に。デートで、それ OK してくれたんでしょ。はい。え、あ、じゃあ彼女もパフューム好きなんだ。はい。はあ、そうなの。どっちからどういう流れでこうなったの。なんか、うん、僕の方から一緒に行かないって言いました。はい、うん、勇気出したじゃん。偉かったね。偉かったね。じゃあまあ向こう全然行こうってなって。はい。ああ、そこで OK してくれる時点で結構良さそう、うん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 、もう女の子の気持ちも、あ、分かるね、うん、ライブを一緒に行くって、はい、いくら好きなアーティストでも一緒に行く人って超大事だよね。大事大事、うん、確かに。実はね、あと、うん、それと、うん、明日のクリンクリンワールドに一緒に行くことになりました。おい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 、もはやもうデートじゃん。今ねやってるんですよ、あの原宿のアストロホールで、はい、今日と明日、はい、明日までなんですけど、うんうんうん、あのクリンクリンの PV の世界をアストロホールに再現してあって、はい、CD 買った方もしくは PTA 会員の方、はい、ファンクラブの、はい、が見に行けるという。ありがとうございます。ありがとうございます。珍しい、珍しく詳細全部言いました。正しく言ってくださいました。もう大仕事今やり遂げました。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。早いよまだ。それに好きなこと来るの。はい。え、あれね、並ぶよ。どんぐらい並びますか。なんかスタッフさんに聞いたら、うん、結構並んでたっぽいよね、はい、今日は60分とか長い時は、うんうん、あ、もうねアトラクションに並んでる感じだよね。うん、明日まずだからその、うん、その時間がもうすでにあるっていうのを想定してるっていうね。え、何話す、どうすんの。え、わかんない。分かんない、分かんない。まあでもね、パフュームのものにだって今から入るよ、中にそこに並んでるから。パフュームの話でそれは大丈夫でしょ。 PV のあそこってどうなってるんだろうねとか、うん、そういう話もできるし、はい、うんうん、でもこういうのに誘えるくらいってことは結構2人でも普通に話せるくらいの仲ってこと。はい、そうです。うん、ね、いいじゃん。え、じゃあメールもじゃあしとるんじゃん。はい。相手の好意とかちょっと感じないの。いや、わかんないです、全然。わかんないのか。そこをさ、まあ、まだ全然早いかもしんないけど、うん、例えば勇気を持って、はい、ちょっとその、はい、思い告げてみるみたいなことは考えたことはあるのか、ロッタンコ。あるんですけど、うん、でももしそれで失敗しちゃったら、うん、ぐるんぐるん一緒に行けなくなっちゃうかもしれないっていう。9月前に。そうか。あ、なるほどね。それまでの間に、こう、夏休みとかで会えない時間が不安ってこと。はい。あ、なるほどね。何それ、付き合ってんじゃないんだよ。何言っちゃってんだよ。でもすげえわかる。なんか誰か夏休み中に他の男子と仲良くなっちゃって、うん、俺なんか置いてきぼりになったらどうしようとかっていう不安ってことだろ。はい。そっか。他でね、物語が始まっちゃってんじゃないかと。だからといってその前に告白するのも
パフューム見れなくなっちゃうから怖い、だからどうしようっていう、はい、この状況を今どうするべきかと。はい、のっち大先生、のっちどうすか。そうだね、パフュームのこと以外でも2人で遊んだりはしてる？まだ4月に会ったばっかりなので。おー、そうか、まだないんだな。じゃあ明日が本当2人でどっか行くっつの初めてってことか。はい。おー、あー、そうなんだ。うんうんうん。あ、でもね、あの中ね、本当にクリンクリンの世界が本当そのまま広がってて、座るとことかあるんよ、はい、PV とか見た？見ました。あれ、うちらがね、一人ずつお部屋があってお椅子に座ってるんだけど、そこね、はい、結構狭いのよ。はい。で、お互いに取り合ったりしないとじゃん。そしたらさ、結構至近距離だよそうだね、相手の携帯じゃなくて自分の携帯で相手を取って後で送るねって、はい、いや怖いやん計画的やん欲しいじゃんでもさ、例えばね、これ一緒に見に行って、うん、そっからさ、はい、ちょっとどっかご飯一緒に食べないとか、うん、うん、とか別に行ってもいいわけ。ちょっと喉乾いたからカフェ入ろうとか言って、どうだったねって感想言いつつの、うん、あ、でもその後、うん、部活なんです。部活？部活？な、何部よ？あの、フェンシング部です。かっこいい。フェンシング部？フェンシング？彼女、同じ部活なんです。同じ部活なの？はい。いいじゃん。そのまま一緒に行くってこと？ね、はい。え、ちょっといいじゃん。全然いいじゃん。で、行って、うん、終わった後とかもさ、なんかまたさっき良かったねみたいな話もできるわけだし、うん、なんか終わった後は、うん、なんかみんなでお祭りに行くみたいな。そういうこと一緒にいるじゃん。すごいことなんだよ。予定いっぱいだな。一緒に、はい、お前らも行くってことだろそれ。え、ロッタンクも行くし彼女も行くんだろそのお祭り。お祭り、はい、え、全然いいじゃん。じゃあ丸一日デートしてるってことでしょ。ずっと一緒だよ。いいじゃん。全然2人だけの会話ができるっていうのもいいですよね、うん、そこの場で、うん、二人だけの思い出でしょ。パフュームワールドに行くのの、クリンクリンの、はい、もうこれだけで十分特別な存在よ ね、 ね、これでだからもっとどんどん距離をまず、うん、もう明日の時点でぐっとさらに縮まるわけだし、うんうんうん、待ち時間の間に夏休み何するのとか聞いちゃったら、ほいでなんかまた予定一緒に作ればいいじゃんね。行っちゃおう。それは作りたいです。うんうん、作りたい、うん、はい。だからなんかその強引にじゃなくて、うん、なんか今でいけそうだなって時とか、うん、パフュームの例えば DVD 一緒になんかどっかで見ようとか予習しようよ的な、はあはあはあ、あ、言ってこう、そういうのは、うん、はい、うん、誰かライバルいたとしてもお前今がぜん有利だから。全然有利だよ。そうね、はい、ああ、いや、いけいけいけるって、うん、いけるいけるいけると思う。え、それで夏休み終わるまで、うん、耐えるみたいな。耐えるね。もう修行ではないから。したくてしょうがない。告白がじゃあしたいんだ。もう不安なんだよね。はい、他の人に先越されちゃうのが嫌だから。はい。これちょっとなんかどうします、あーちゃん。どうします。じゃあ言えば。明日勝負だよね。うん。明日なんとなく探ってみて、言えそうなら言ったら。だってこのさ、熱くバーン。なんて気持ちが上がってる時に言えるのが一番いいよね。うん。ああ。いや、ロッタンコ、ロッタンコ。はい。そうやってあーって言ってたら、はい。いつか多分彼女どっか行っちゃうぞ。はい。うん。うん。でもそんなね、時間に追われて急ぐ必要もないと思う。うん、だから明日。すぐにっていうわけじゃなくて、うんうん、言いたいっていう気持ちを固めて、 そのライブまでの夏休みの間に言うって決心して、うん、自分でそっちに道を切り開いていけばいいと思う。はい、うん、積極的にね、うん、連絡取って、はい、できたらいっぱい会って、はい、いい感じだったら言っちゃって、うん、はい、好きなんだろお前。はい、おお、その気持ちだけでいいでしょ。うん、な、頑張れロッタンコ。頑張れ。頑張ります。頑張って。スクールオブロック、ブルボン、森永アイスボックスがお送りしました。ねえ、パフューム元君今踊ってくれてますけれども、決戦をね。明日だってね、うん、なんかきっかけさえあれば。うん、
その好きなこと手をつなぐことだってできるかもしれないし、うんうん、でもこのままだったら俺多分なんかダメだと思うんだな。え、なんかちゃんとだから、うん、こう行くときは行ってほしいし、うん、って俺は思っちゃいました、うん、だから素直にやっぱり回りくどく言うんじゃなくてま、うん、っすぐ言った方がいい、うんうん、もうクリンクリンしたいからって、うんうん、クリンクリンしたいから、うん、でもまあそうだね、そうだね、彼女には伝えよう。 I know 君といたいからって言っていこう。それは本当に言ってほしい。君と俺はツンツンツンも言っていこう。ちゃんとチュンチュンチュンって言ってほしい。出してこう。それは、うん、タリウム研究員今日どうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。スクールオブロックは明日夜10時に再び開講。じゃあ最後はいつものように一緒にお願いいたします。はい、起立。ちなみに週末土曜日7月19日パフューム研究員は来ましたね、アミューズフェス2014、はい、バーベキューでいいんでしたっけ。はいはい、はい、いつまごい、はい、あるんですもんこれね。あります。ここでクリンクリンは初めてライブでやります。来た、楽しんできてください。はい、レ